本名は、ソフィア・ビラーニ・シコローネ。イタリアのみならずヨーロッパを代表する映画女優の一人で、1960年代には多くの映画賞を獲得し、現在も活躍中である。代表作に、二人の女、ああ、結婚、特別なツ日」など。イタリアのシトローマで、ロミーダ・ビラーニとリカルド・シコローネの間に生まれた、内縁の子であった。幼少時は、 ナポリ近郊のポッツオーリで貧困の中成長した。1950年代初頭にヨーロッパ映画に早くとして出演した。その当時の名前はソフィア・ラッツアーロであった。ソフィアは後の夫となるカルロ・ポンティに見出され彼の制作する多くの映画に出演した。ソフィアの初期の主演作の一つは1953年のドゥ・ノッチ・コン・クレオパトラであった。 同作は他の初期主演作と同様にソフィアの肉感的な体を強調した作品であった。さらにいくつかの作品にはトップレスで出演した。それらの作品は当時のヨーロッパでは受け入れられたが、イギリスやアメリカではそのような場面はカットされた。ソフィアは1951年にハリウッドの超大作クオ・バディスに早くで出演したが、 1957年の島の女が公開されると彼女は国際的スターとみなされるようになった。この作品において彼女の水に濡れて体のラインが浮き立つシーンは象徴的であった。ソフィアはその初期のハリウッド作品、ニレの木陰の欲望、月夜の出来事、黒いランでセックスシンボルとしてだけではなく演技力と喜劇的な実力をも証明した。 1960年代までにソフィアは世界で最も人気のある女優のうちの一人としてハリウッドとヨーロッパの両方で作品に出演した。1960年の二人の女でアカデミー主演女優賞を受賞。この作品のプロモーションでソフィアとセラーズは共にアルバムをレコーディングした。また彼女は1963年の昨日、今日、 明日や1970年のひまわりでマルチェロマストロヤンニとの名コンビぶりを披露した。ソフィアは喜劇王チャーリー・チャップリンの最後の監督作品白爵夫人に出演したことがあり、マーロン・ブランドと夢の共演を実現した。この作品はチャップリンが赤狩りによってハリウッド及びアメリカから追放された後の作品でイギリスで制作。 公開されたがあまり知られていない。1957年にカルロ・ポンティと結婚するが、その時点でポンティはまだ離婚しておらず、重婚罪に問われる可能性があったために1962年に婚姻関係を一旦無効にした。二人は、ポンティの離婚が成立した1966年に正式に結婚した。指揮者のカルロ・ポンティ・ジュニアと結婚後に生まれた。 映画大本作家兼監督のエドワルド・ポンティの二人の息子がいる。エドワルドはアメリカの著名な女優であるサッシャアレクサンダーと結婚した。ポンティの脱税容疑事件の後、ジュネーブに在住。事件でイタリア当局に没収されていたポンティ所有の絵画を遺産として取り戻すとして裁判を起こした。イタリアを代表する女優として、 現在も様々な作品に出演し、世界的に高い人気を誇る。1996年に、イタリア共和国功労勲章を受賞2006年には、トリノオリンピックの開会式で、オリンピック旗を掲揚する際の機種を務めた。SSC ナポリの熱心なサポーターである。セリエ昇格が期待される2007年には、ナポリが昇格したら、 ストリップショーを開いてもいいと発言した。1978年、テレビ朝日の深夜バラエティ23時ショ賞に出演。ローレンは右側で、人差し指で鼻を押さえている。ありがとうございます。